はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。今回は約10年前に解散をしたガーネットクローのリーダーでありシンセサイザーと編曲担当のゴッドハンドこと黒井博人さんが2018年にリーダーとして新たに再始動した音楽グループアルファレガードが今年8月13日に渋谷でライブを開催するとのことで、そのことについてお話ししたいなと思います。アルファレガードはリーダー&キーボード担当黒井博人さん、ボーカル担当ゆずさん、ギター担当ヨッシーさん、バーチャリストカズさんの4人からなる音楽グループになります。今年8月13日日曜日、渋谷ギルティにて今年5月1日にリリースされたファーストアルバムスカーレットを記念したライブが開催されます。17時30分オープン、18時30分スタートで、チケット販売期間は明日2023年4月15日土曜日12時から2023年8月12日土曜日23時59分。チケット料金は予約前売り4500円、当日5000円、ドリンク代別スタンディングになります。